で、これは今俺何やってるかって何もやってなくて。超かっけえ。なんか若い頃結構認められなかったんですよね、自分の弱いところがダサいところが。でも40超えてちょっとずつ最近この作品のおかげで、自分のダメなところを、弱いところとかかっこ悪いところを受け入れられて、だからなんかそういう意味でもなんかこう新しいきらめきが生まれたのかなと思って。なんか弱いから、儚いから作品がきらめくっていうか、なんか、まあ、人間みんなね、いろいろ人生あると思うんですけど、それを通してみんなそれぞれのきらめきを持ってもらえばなっていう思いを持って。